Fala pessoal, o Corsair chegando com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo vamos ver a gameplay de Overwatch, jogo de smartphone, é um novo RPG com turnos, né? A batalha em turnos, você ataca, o personagem, o rival ataca você. Jogo muito bom, ele é feito na Unreal Engine 3, então pode esperar a qualidade. Rodei ele no Xiaomi Mi Max 2, deu uns lagzinho porque esse smartphone ele é bom para jogo, mas não é o ideal. Esse jogo é muito pesado, os gráficos, tem como você diminuir ou aumentar a qualidade. Então, quanto melhor for seu smartphone, melhor é o jogo. Ele já está disponível na Google Play brasileiro, pessoal, e traz legendas em português. Então, jogo maravilhoso, vou fazer os primeiros minutos para a gente ver realmente como o game é. Você aí que acessa o canal do Carsonado, não esqueça de se inscrever, deixar aquele like. Se você chegou agora porque estava interessado em ver novos jogos de RPG para smartphone, seja muito bem-vindo. Você que já é assinante, muito obrigado, um abraço e vamos então jogar Overwatch. Gameplay pra vocês, com muito carinho. ソフィア様、失礼します。式典の時間が近づいていますが、ご準備はよろしいでしょうか？うん、大丈夫だよ。式典用の演説もちゃんと頭に叩き込んだから。さすがソフィア様、ルーモ報告の聖女たる堂々とした勇姿、期待しております。ソフィアとレンは相変わらず仲がいいね。普通聖女と側近がここまで仲良くなることなんてないんだけど。誰かと思えばアレックスじゃない。私たちの関係に嫉妬しているの？重要な式典の本番を前にしてもそれだけの余裕を保っていられるのは素晴らしいことだね。他の教会騎士や聖騎士たちも見習ってもらいたいよ。そういえばアレックス、私に何か用事なの？警備に関して問題でも起こった？いや、騎士団としてできるだけのことはやったよ。騎士たちの配置も完了したし、あとは式典を待つばかりだ。今年はオーゼニア開拓国の建国10周年、盛大な式典だから警備の数も去年の数倍多いはずなのに、もう全ての指示を終わらせたの？他の騎士たちが協力してくれたおかげだよ。私一人の力なんてたかが知れているからね。と、また話が逸れてしまった。実は紹介しておきたい人がいるんだ。アシュ、入ってきてくれ。どうも。国翼団の傭兵で、今回の警備を手伝うことになった、アッシュです。よろしくね、アッシュ君。アレックスから話は聞いてるよ。私はルーモ報告、当代聖女のソフィア。こっちはレンちゃん、私の側近なんだ。ねえ、アレックス。どうして団長のグレッグじゃなくてアッシュを連れてきたの？二人と年齢が近いから仲良くなれるかと思ってね。それにアッシュは私の義弟なんだ。孤児院では物心ついた頃から一緒だったんだ。ずっと二人で剣の特訓をしてきたから、実力は私が保証するよ。今回もきっと活躍してくれるはずだ。兄さん、そういう紹介はやめてくれ。僕は兄さんのように才能があるわけじゃないんだから。なんだ今のと。近いぞ。こんな会場内に敵襲？
外の警備はどうなったんだ。みんな、状況を確認しながらソフィアを安全な場所へ。囲まれる前に会場を出るぞ。こんなに魔物が。状況は思った以上に悪いみたいだね。みんな気を引き締めていこう。はっ、とどめだ。ソフィア様、少し前へ出過ぎです。敵がどこから出てくるか分かりません。できるだけ私から離れないようにお願いします。大丈夫、私だってちゃんと戦えるから。聖女の力を甘く見てもらったら困るよ。聖女って結構戦えるんだな。そういう訓練はしてないと思ってたから意外だよ。悠長に喋っている時間はない。また魔物が出てくる前に移動するよ。移動するって言っても安全なルートはわからないだろ。どこを通っていくつもりなんだ。さっきの魔物、騎士が勝てないレベルじゃない。特別な式典だから警備も強固だし、国欲団の面々もいる。外から攻めてきたとしても容易にここまでは来られないはずだ。おそらくあの魔物は何者かの手によって陽動のために送り込まれたものだろう。敵が本格的に攻め込んでくるのは今からだ。混乱を起こして指揮系統を乱したところで外から一気に攻めてくると考えられる。今ならどのルートを通っても安全という可能性が高いわけね。なるほど、納得できる意見だわ。敵の狙いはソフィアだと考えていいだろう。彼女を安全にオーゼニアから出国させなくちゃいけない。港へ向かわなきゃいけないってことか。だったら道中で団長と合流できるな。団長と兄さんが一緒ならどんな相手が来ても安心できる。急いでそっちへ向かおう。アレックスには悪いけど、私はアッシュの実力を認めたわけじゃないの。使えないと判断したら容赦なくおとりにでも使わせてもらうわ。ああ、問題ない。そんなことにはならないよう昔から仕込んである。うん、そこまで言うならお手並みを拝見させてもらうわ。ということだ。アシュン、気合を入れないといけないね。僕だって言われっぱなしになるのはごめんだ。兄さんに恥をかかせないためにも頑張るよ。私の名はキケロ、ルーモ報告の聖騎士でございます。以後
このソフィアお姉ちゃんに任せなさい。ようやく会場の外に出れたな。こっちの方はまだ敵の数が少ないみたいだ。これなら団長と合流するのも難しくないかもしれないな。とはいえ外も相当騒がしくなっ、あ、ソフィアのこと無茶なことはしないで。なんというありがたきお、あいつ本当に大丈夫。レンが戻ってくるまではここで待機するしかないな。できるだけ早く帰ってきてくれたら。大丈夫、レンちゃんはすごいんだよ。こういうことは。そこにいるのは。あら、防がれてしまいましたか。気配は完璧に消していたはずですけれど。なんだ一体どこから。無駄な抵抗はやめて、おとなしく聖女。そう言われて素直に渡すわ。私はハンナ。あなたが今回の、いちいち理由を説明しなければな。念のために聞いたまでですよ。おや、エリザベス様のことを。コンクレイブ、ソフィア、ルーマ報告に敵対する組織のことだよ。とにかく私は聖女。この国には教会の騎士団だ。バカ。その強気な態度嫌いではありません。ではこちらも容赦なくお相手いたしましょう。いつでも準備 OK だよ。ハーマー部隊、手加減する必要はありません。聖女以外存分に剣で語れ。いいな、畳みかける。どうだ。無名尋常に勝負。痛いな飛んでいけ。無名なんとかハンナからは逃げ。ソフィア様、ご心配をおかけしました。レン、ただいま戻りました。レンちゃん、よかった。ソフィア様こそ、ご無事なようで何よりです。警察中も。感動の再会は後回しにしてくれ。今は一刻を争うんだ。オーチェニア開拓国内は、魔物で溢れ返っていたわ。今は、警備にはただ、魔物の数は増える一方で、国外からの侵攻も確認されているわ。時間が経てば経つだけ、ソフィアに危険が及ぶってわけか。港はどうだ？そっちにも魔物は出ているのか？いるにはいるけど、大したことはないわ。とりあえず、港まで最短ルートで行くしかないな。言われなくても承知しているわ。では、ソフィア様、参りましょう。よし。頑張って思いっきり走るから。みんな、サポートはお願いね。まあまあか。
時 OK だよ。聖女たるもの、決めるときはしっかり決めなきゃね。無駄だ。ふんか。参りますよ。先生、赤目さん狂ったか。最低。予想通りの動きだ。童話に出てきそうな場所ね。やっ、レンジショット。どこに逃げた。無駄だ。ふん、感じだな。テラマキア、見ての通りオンボロ自動戦車だ。若い連中に負けん。こんにちは、私ブロッサム、レジスタンスアルカディアの孤児のリーダーやってます。信じてくれるみんなのためにも。